で、今日初めてひろゆきさんが俺を批判してる動画を初めて見たの。 DM で来てたから、俺がひろゆきさん好きやって言ってるのにひろゆきさんは批判してますよみたいなことで、あ、そうなんやと思いながら、リューチェルとの動画やったかな、今日初めて見てんけど、うん、で、まあ、ああいう人たちは嘘を言っても結局わからないから、ほとんど嘘だと思いますってひろゆきさんが言ってるのを聞いて、まあまあ別に残念やなとは思ったけど、多分俺の話がね、リアルに真実やって理解してるのはまず何も当事者たち、タレントとかタレントの周りとか、あと芸能事務所が、俺が喋ってることが嘘じゃないって多分そこが一番理解してる。理解してるからこそそれを真実にしたくないから対抗してきてんねんけども、でそれ以上に、他に分かる人たちっていうのは、いわゆるタレントの餌食になったって言い方は失礼やけど、タレントに近しい人たち、いわゆるアテンドしてる人たちだとか、日々こうタレントと飲む時に呼ばれてる女性たち、いわゆるその全国でね、港区だけじゃなくて、でいわゆるその被害者の人たちもそうやけども、そういう人たちとか、あと業界に近い人、イベンターさんとかテレビ局の人とかはめちゃめちゃ事実やっても理解してると思うし、だからこそ業界視聴率が高いんやと、うん、だからまあひろゆきさんはその芸能人に興味ないって言ってあったから、まあそういうことの感じもあんのかなと思ったけど、でまあそのリューチェルの答えもなんかようわからんちんぷんかんぷんな答え最終出していたけど、なんか俳優さんは孤独なんでどうのこうのでって、まあそんなことは俺も分かってるけど、なんやろな、まあでもそのひろゆきさんが喋るべき相手じゃないんじゃないと思っちゃったかな俺は。ちょっとそのトークのレベルが違うところにあるような気がするね。リューチェルはリューチェルでね、もっとそのトークレベルが合う人たちと喋った方が面白いと思うし、ひろゆきさんはひろゆきさんでもうちょっとトークレベルが高いところで喋った方がもっと事実感が出るんちゃうかなと。あそこで喋っちゃうとなんかひろゆきさんの言ってることがすごい薄っぺらく見えたなと思って思った。なんかね、なんとなく俺の感想やけど、だからまあ見たよ今日ひろゆきがその俺のことを批判してるって動画。でも見たけど別にそれでひろゆきさんのこと別に嫌いともあんま思わへんし、なんかあの人の喋り方が好きやね俺。なんか淡々と喋るやんか、表情も変えずに、いや喜怒哀楽の感情がないまま喋っていくから、あの感じで喋られると人は多分対抗できひんと思うねんな、トークするときに。俺は感情出すタイプの人やから、うん、堀江さんとかも感情出すやんか、うん、そうそうそう、ひろゆきさんはね芸能人興味ないから俺にも興味ないやろなと思います。うん、俺は嫌いじゃないわ、ああ言われても。なんか悪く言われても嫌いになってしまう人と嫌いになれない人がいるから俺も。